今日も元気に体を動かして爽やかな一日を始めましょう。Thank you.
こんにちは。これから中学校国語科文法の復習の授業を始めたいと思います。特に今回は昨年度の東京都学力向上を図るための調査で皆さんが苦手と考える文法の文節について考えていきたいと思います。1年生の時に学習した文の成分の知識を確認して練習問題に当たってみます。1年の時文法の知識は学習していますが、もう一度振り返って知識を活用して問題に当たってみましょう。そしてこの授業を通して学んだことを自分自身で活用して文法は大丈夫と自信を持って言えるようになりましょう。さてこの文は何か変ではありませんか。少しの間考えてみましょう。主語は目標はです。なのでこの主語に対応する述語は合格するではありません。正しい文にすると目標は志望校に合格することですとなります。目標に対応する述語はことですということになります。つまり主語と述語が合ってない文ということです。文の基本となる主語述語がきちんと対応していないと伝えたい内容を正しく理解してもらえません。文章を正しく読んだり書いたりすることに大きく影響します。ここではどの言葉がどこにかかっているのかをしっかり学んで曖昧な表現は避けるようにしましょう。まず言葉の単位について考えてみましょう。文とはひとまとまりの内容を表す続きの言葉です。最後に丸、句点をつけます。単語は言葉の意味を壊さないように文節をさらに細かく分けた言葉の最小の単位です。単語は単独で文節を作ることのできる自立語と単独で文節を作ることのできない付属語に分かれます。例文を見てください。明日から夏休みです。明日からの明日は単独で文節を作る自立語、からは自立語に続く付属語、夏休みです。夏休みは単独で文節を作る自立語、ですはそこに続く付属語となります。今回学習する文節の働きは、文節は発音や意味の上で不自然にならないように文をできるだけ短く区切ったひとまとまりです。文節はお互いの関係を持つことで組み立てられています。文節などが果たす役割のことを文の成分と言います。文の成分には次の4つがあります。1、主語、主述の関係。これは文の基本となる主語、誰、何がと述語、どうする、どんなだの関係です。自転車がここにある、主語が自転車、述語があるとなります。2、就職、非就職の関係。就職ことは文節を説明したり補ったりする文節のことです。今年の夏はとても暑い、今年のという文節は夏はという文節にかかります。とてもという文節は暑いという文節にかかります。3、接続の関係。接続語とは文と文、文節と文節とをつなぐ言葉です。寒いけれども窓を開ける、寒いけれどは窓を開けるにつながっていきます。4、独立の関係。独立語とは他の文節と直接関係のない文節です。おや、これは何だろう、おやはこれは何だろうと全く関係がありません。また文節と文節がつながって2つ以上の文節で同じ働きをするものを連文節と言います。白い雲がぽっかり浮かぶ、白いという文節と雲がという文節が主語ということになります。この文節の働きを考えることが文章の理解にもつながります。ポイントは、文章の文節や連文節の関係が複雑な文の場合、文節の意味のまとまりを意識して意味のまとまりが明確になるように文節の関係を整理しましょう。
さて、次の例文を見てください。放送委員会から連絡です。昨日専門委員会で決まったことは、来週クラシックの特集をお昼のリクエスト放送で行います。この文の主語は何ですか？決まったことはです。では述語は行いますですか？違います。決まったことは何々ですですね。主語に対応する述語にしなければなりません。正しい文に直すと、放送委員会からの連絡です。昨日専門委員会で決まったことは、来週クラシックの特集をお昼のリクエスト放送で行うことですとなります。重要なポイントは、文章を読んでいくときに、どの文節はどの文節に対応しているのか、つなげてみたいときに自然につながるか確認しましょう。それでは練習問題をやってみましょう。棒線がついた文節や連文節がどの文節に対応するか考えてみてください。それでは答え合わせをしていきましょう。1、上条くんが職場体験でお世話になった方々にお礼の手紙を書いた。上条くんがの文節は主語です。述語は書いたという文節です。2、課題が思ったより早く終わったので犬の散歩に出かけた。課題がは主語ですが、対応する述語は終わったのでです。3、教室の窓を開けることで教室の中に入ってきた蜂は校庭の方へ逃げていった。教室の窓を開けることでという連文節は、逃げていったを修飾します。4、急に彼が大声を出したので私は息が止まるほど驚いた。急にという言葉は、出したのにを修飾します。5、たまたまそれは自然が作り出した偶然の景色だったので、その後二度と見ることはありませんでした。たまたまは副詞で、作り出したのでにかかります。次の例文を見てください。トムは必死になって逃げるネズミを追いかけた。これでは必死になっているのはトムかネズミかわかりませんね。文節、連文節が複雑に関係し合った文の場合、どこからどこまでをひとまとまりにするのかがわからないことがあります。文章を書く場合、読む人が意味のまとまりをしっかりできるように点、当点を打ったり、文を分けたり、文節の順番を入れ替えたりして意味のまとまりを明確にするとわかりやすい文章になります。この文は当点を必死になっての後に入れると、必死になっているのがトムだとわかります。また当点をトムはの後に入れると、必死になって逃げるのはネズミだということがわかります。それでは次の練習問題に入ります。1、黄色い風船を描いた T シャツを買った。黄色い T シャツという意味にするために、黄色いという文節をどこに入れたらいいか考えてみましょう。2、私は昨日母が作ったチーズケーキを食べた。作ったのを昨日にするには、昨日という言葉をどこに入れたらいいですか。3、
私は姉と父に誕生日プレゼントを贈った。プレゼントを贈られたのは父だけになるように当店を入れてみてください。丸4、一昨日新しく出版された本が書店に並んだ。書店に並んだのが一昨日になるように当店を入れてみてください。それでは練習問題を始めましょう。それでは回答していきましょう。丸一は黄色いという文節は T シャツの前に入ると黄色い T シャツになりますね。就職する言葉はなるべく就職される言葉の近くがいいです。丸二、昨日という言葉は作ったの前に入ります。すると昨日作ったという意味がはっきりします。丸三、姉との後に当店を入れればプレゼントが贈られたのは父だけの意味になります。丸四、一昨日の後に当店を入れれば出版されたのが一昨日だということがはっきりわかります。このように文章を読んだり書いたりしてその部分が文法に即しているのかどうかを確認してください。今日の授業のまとめです。ポイント1、文節や連文節の関係が複雑な文の場合、意味のまとまりが明確になるように意識して文節の関係を整理しましょう。ポイント2、どこの文節がどこの文節と対応しているのか、そしてそれが自然につながるのかを確認してください。このようなことに気をつけて文法を生かして文章の内容を伝え合ったり理解したりするようにしていきましょう。それでは本日の授業を終わります。皆さん、数学の世界へようこそ。今日は皆さんと確率を勉強していきたいと思います。3年生の皆さんは2年生の時に勉強しましたね。2年生の皆さんはこれからのところです。1年生の皆さんはまだ少し先ですが、今日は身近な内容をやっていきたいと思いますので、ぜひ考えてみてください。皆さん、このスクラッチカードっていうのをご存知でしょうか。これはこの銀のところの、ものを削ると、当たりが出たり外れが出たりというようなくじです。あるハンバーガーショップではスクラッチカードを配っています。で、この6個の銀の部分にはポテトが1つ、ジュースが2つ、ハズレが3つ隠されていて、それらの並び方はカードごとにバラバラです。そのうち1つを削ってポテトかジュースが出たらそれがもらえます。例えばこういうのです。じゃあどこを開けようかなって言って、じゃあ右下を開けてみよう。削ってみたら、ああ×だったんで外れました。じゃあ2枚目です。2枚目、じゃあ次どこにしようかな。じゃあ真ん中の上のところ行ってみよう。お、ポテトが出たんでポテトが当たりです。じゃあまたポテト当てたいから3枚目も同じところ上のところ開けようかな。と今度外れてしまいました。カードによって、ね、絵柄の位置が違うのでこういうことが起こります。では問題1です。 A さんは1枚カードをもらいました。このカードを削るとき最も出やすい場合を1つ選びなさい。あ、ハズレになる。い、ジ
ジュースが当たる。う、ポテトが当たる。このあ、い、うのうちどれが最も出やすいと思うでしょうか。ちょっと考えてみてください。あでしょ。あになると思う。罰が一番多いんだからあだよっていうような声が多いんですね。正解、その通りです。だからこれはやってみると実際にあの外れになるということが一番多くなります。次は問題2です。 A さんと B さんは1枚ずつカードをもらいました。2人がこのカードを削るとき最も出やすい場合を一つ選びなさい。あ、2人とも外れになる。い、1人は外れになり1人はジュースが当たる。う、2人ともジュースが当たる。え、1人は外れになり1人はポテトが当たる。お、1人はジュースが当たり1人はポテトが当たる。か、2人ともポテトが当たる。ではこの場合はあ、い、う、え、お、かの6個の場合がありますが、これも同じように最も出やすい場合一つ選びなさいと言われたら皆さんはどれを選ぶでしょうか。少し考えてみてください。これもやっぱりあじゃない。私はかがいいな。やっぱあだと思うけど、まあいろんな意見がありますが、やっぱりあが多いんじゃないかな、そういう意見の人が多いようです。では実際に実験をやってみたいと思います。でここで本当ならばスクラッチカードをたくさん用意してそれを、みんなで一生懸命削って削ってやっていくといいと思うんですが、まあ時間もかかりますし手間も大変なので、ここではコンピューターの力を借りてみたいと思います。で実は私この授業のためにアプリを開発してきました。このアプリなんですが、一枚一枚削っていく時の、代わりをしてくれるアプリになっています。例えばこういうことです。この削るの、この削るのボタンのところを押すと1枚目削ったところ、 A 君はポテトが出て、B さんは、×が出たというような状態です。またここに1って入ってますね。ハズレとポテトの、組み合わせっていうになってます。じゃあ2枚目今削りました。2枚目削ると今 A 君が、ジュース、B さんがハズレです。なのでハズレとジュースのパターンですから、ここに1回のが入ります。これを繰り返していって、じゃあ3枚目は、これはジュースとポテトです。4枚目は、これもジュースとポテトですね。5枚目これはハズレとジュース、6枚目、7枚目、8枚目、9枚目、とりあえず10枚目までやりましょう。10枚目までやるとハズレハズレが1回、ハズレジュースが4回、ハズレポテトが2回というようにして入っていきます。これが例えばじゃあ20回、もう一回10回押して20回目だとこんな感じということを繰り返していくんですが、まあ、これでもちょっと時間かかるので、では超高速でやりたいと思います。この5をピンと押すとすごい勢いでやってますね。コンピューターって素晴らしいですね。今もう言ってる間に700回800回どんどん増えていってます。これぐらいで止めましょうか。はい、そしたら今こう2117回、やりましたが、さあどれが一番多いでしょうか。皆さんの予想ではハズレハズレになるという予想が多かったですが、実際やってみるとハズレジュースの方が多いですね。ちょっと不思議な感じがします。ではこれなんでそうなるのか、これをちょっと考えていきたいと思います。問題3です。予想に反して、いの、1人は外れになり、1
1人はジュースが当たるというものが最も出やすいというような実験結果になりました。ではなぜそうなるのでしょうか。説明を考えてみてください。では一体どういうことを使えばこれがうまく説明できるでしょうか。例えば確率を計算してみる、樹形図を書く、表にまとめる、そうですね、2年生の時に勉強したものが使えそうな気がします。では、いくつかやり方はありますが、今回は表にまとめるという方法でやってみたいと思います。では、いろんな表の書き方がありますが、じゃあ縦が、A 君で横が B さんにしましょうか。縦が A 君で横が B さんですね。で、絵柄は、×が3つ、ジュースが2つ、ポテトが1つあります、ね、これが縦が A 君の方ですね。で、横も同じように×が3つ、ジュースが2つ、ポテトが1つです。では初めに、あの両方とも外れるこのところっていうのがどこに来るのかっていうのをこの表で分かりますか。それはこの部分になります。全部で9個ありますね。で、次にイの片方は外れて、もう片方がジュースが当たるというのは、この中の表の表の中ではどこになるでしょう。それはこの部分の6個でしょうか。違いますよね。ここにもありますよね。ということはこれ全部で12個なんです。残りのものをちょっと確認してみれば、ジュースとジュースが当たるというのはここの4つですね。で、片方がポテトが当たってもう片方は外れてしまうというのがここの6個になります。そして、片方がジュース、片方がポテトっていうパターンはこの O の、4個です。で、最後にポテトとポテトが当たるというのは一番少ないこの缶の部分1個だけになります。ということで、このように表にしてみると、ハズレとハズレは、9個しかないですが、ハズレとジュースというパターンは12個あるので、こちらの方が、よく出ると、いうことが言えます。今日は皆さんと確率について勉強してきました。確率は今日やったように予想と違うなんていうことがよくあります。そこで樹形図を書いたり、表を書いたり、確率を計算したりすることで、きちんと説明がつくことがあります。このように確率の勉強は普段の生活にとても役に立ちますので、皆さん一生懸命勉強していきましょう。今日はどうもありがとうございました。Bye.